よいしょこんにちは、こんばんは、80番80です。よろしくお願いしますお願いします。今日も皆さんお疲れ様です。今日はねカチューシャつけてます。そう、なんか欲しかったこのカチューシャでも、もう本当はもうちょっと違うのが欲しかったんですけど、これしかなかったから妥協妥協した。こんな感じ。今日はクルックルです。クルックルでもこっち全然負けてないんですよ。シニャーンってしてない。こっちだけクルックルなんですよなかなかに小手のね、癖がね難しかった久しぶりに巻きました。よろしくお願いします。80番80です。16歳高校1年生ですよろしくお願いします。よいしょよいしょ。にゃ S さん、にゃこんばん、こんにちは。にゃこんにちは。タコタンさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。はじりこさん、80、おはじまる、やっほー来てくれてありがとうございます。おはじまるです。ミニアさんも始まる、やっほー、来てくれてありがとうございます。こんにちは。 IDK さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちはこんにちは。乙女さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。前髪もちょっと落ち着いてきたと思いませんかにゃーにゃー。みたけさん、にゃー。てんさん、にゃー。こんばんは。くるくる髪始まる、かわいい、嬉しい。今日くる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 です。眉毛もある眉毛もある。こんにちは。青福さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。のりさん、来てくれてありがとうございます。こんにちはです。お疲れ様、こんにちは。あごひげさん、にゃにゃにゃ。いた一郎さんいつも読めないの、すっと。いた一郎さん、にゃ、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。カチューシャ80、かわいすぎる、やったー。カチューシャビーズのね、くるくる回るやつ。カチューシャカチューシャ、ハチマキマル、かわいい、ハチマキマルくしゃくしゃですね、もう。ありがとうございます。ヒロさん、こんにちは、いつもありがとう。今日もかわいいよ、ありがとう。イタチロさん、今日もありがとう。ソートさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。八森ちゃん、ハロー、ハロー。ひとみちさん、ハロー、来てくれてありがとうございます。お仕事のためまた来ます、ありがとうございます。気をつけてね、お仕事頑張ってください、ありがとうございます。エビちゃんさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。キチューさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。前髪良くなったね、本当に伸びるの早いね。そう、ちょっと抑えたんですけど、キュッて。あとカチューシャのおかげもあるとは思うけど、ちょっとよく下げになってきた、やっとやっと2日ぐらいですか、切ってから。まあさっぱりしたかなって感じうん、ちょっとさっぱりしたかなぐらいにはなりましたね。こいつやべえって感じではなくなった、よかった。今日は何かあった、今日は何かあったかな。今日なんかでもほとんど自習だったから何にもなかった何にもなかったな、自習したぐらいです。そう、もう早いですよね。もうだって水曜日でしょ、木金で、私金曜日からテストなんですけど金曜日からテストなんですけど、木金だもん、もう。そう思うとやばいですねそう思うとやばいなと思って、ちょっと危機感を覚えます。やばい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 ぞやばいぞ。で、あと1日しかないってことですもんね。もう今日入れたら2日かしかないから、ちょっと頑張って勉強しなきゃと思います今日何の日か知ってますか？今日2月15日。15日がポイントなんですけど。こんにちは、トマークさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。今日も可愛いね、やった。ありがとうございます。やった。おはようございます。さん、初見です。来てくれてありがとうございます。こんにちは。初見じゃないけど。いつもありがとう。こんにちは。タコフライさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。
この時間は仕事中のでも近くに上司がいてドキドキ。わあドキドキ。それはペン出すね。ちょっと待って。出せた。ちょっと待って。テスト大変だ。そうなの、テストなんですよ。もうやばいよね。やばいよね。もうね、やばいんですよ。本当にね、やばいんですよ。想像以上にやばいんですよ。いつもの3分の1ぐらいしか勉強してないから、ボロボロじゃないかなと思ってる。結構。赤点取らなきゃいいかなと赤点取らなきゃいいかなとは思うけどね。テストの時は最初に名前書くんだよ。まあ本当にそう、0点になっちゃいますからね。やばい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 、本当にやばいよ。本当にね、4組、15番って書かないといけない。名前だけは言わないし、ちゃんと言わない。足形の合間には8マロ。今日マロじゃないですから、マルです。今日はマルですからね。ガさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。いちごの日、今日、そう今日、そう今日いちごの日なんだって。知ってました、みんな。だからね、お母さんがいちご買ってきてくれた。でヘタ取ってくれた。もう気分はお嬢様ですよ。そう見て、あなた80番だから8個って8個って言われた。80個はさすがに無理だから8個。いちごいっぱいで嬉しい。これ夜ご飯じゃなくておやつなんで。おやつなんで。いちごってでも水分じゃないですか、ほぼ。だからゼロカロリーだと思ってる。ゼロカロリーだと思ってる。はちまるちゃんの好きなあの食べ物の日だっけ。そう、あの食べ物の日です。これいちごちゃんの日です。今日いちごの日。昨日ぶり、サンピラさん昨日ぶりに来てくれてありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。歴史は何時代。今ね、昭和ちょっと入ったぐらいかな。大正昭和ぐらい。ちょっとそんぐらい。カチューシャも似合ってて可愛い、嬉しい、ありがとう。かわいいカチューシャしてます。テストはノートから出るの、プリントワーク。大体プリントが多いですね。でもプリントが出されてないやつは大抵ワークとか。英語は教科書から出ます。もうね、本文から出ます。ちゃんと名前はおはちまるって書くんだよ。ゼロ点ですよ。何書いてるのって言われる。何おはちまるってって言われますよ。ちょっと来なさい。怒られちゃう私。こんにちは、あすさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、こんばんは。はちまる、赤点丸。赤点は取らない、さすがに。赤点は取らずに、まあ普通ぐらい、真ん中ぐらい取れればいいかな。今回は無理せずね。無理せずねとか言って。 KHK さん、にゃにゃ、こんばんこんにちは、来てくれてありがとうございます。ニットも可愛いね。白ニット着たかったんです。白ニット着たかったんです。ありがとう。スクショもドキドキ。おお、カシャって言わないように気をつけないといかん。カシャって言わんように。あれ音出るときありますもんね。怖い怖い怖い。おいしそうね、めっちゃ赤くておいしそう。いいサイズですよね。なんかあれじゃない、でかすぎず小さすぎず。でかいとさ食べにくいけど、いいサイズ。いちご80個はね、さすがにね。どんぐらいかかるんですかね。10個でいくらぐらい、安いのだと400円ぐらいでカレー買えるかな、500円ぐらいで買えるかな。だと市販32、3万2000円ぐらい、3200円。あれ、市販32、3200円か、3200円ぐらいしますね、80個だとね。もう段ボールで買った方が安い説あるよね。
でもいちご狩り行った方が安い説ありますよね、絶対。いちご狩りどのぐらい食べれますか、みんな。あれかける派、練乳つける派。髪も巻いてて大人っぽいね。そう、今日ちょっと大人っぽくしようと思ってカチューシャつけるから大人っぽくしました。この後どうせお風呂入ってストレートになっちゃうから、特定でフルサイドにするから、まあ巻こうと思って。細いカチューシャと太いカチューシャどっちが好き？カチューシャ自体私そんなにつけないんですよね、日常で。カチューシャ自体つけないから、なんか割と初めてつけましたぐらい、これこのカチューシャ。細いなのが好きかな。でも太いのも可愛いですよね。可愛い。にゃお金持ち先生にゃじゃあじゃあじゃあにゃにゃこんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。お嬢様に見えるとは。本当ですか、お嬢様っぽい。いいとこの出に見えますか。いいとこの出に見えますか。マンションとか住んでそうな、全然田んぼの中のポツンと一軒家。リリーさんこんにちは、ちくにはち、来てくれてありがとうございます。はじめまして、80番80です、よろしくお願いします。お願いします、はじめまして、嬉しい。ぶもさんこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。いちごも喜んでる、いちごも喜んでる、喜んでるかな。いちごも食べてくれてありがとうって食べてくれてありがとう。いちご狩り行きたいな。なんか知ってますか、なんかね、その場でいろいろもらえるやつあるらしいです。説明が難しいけど、なんて言えばいいんだろう。いちご食べるじゃないですか、で飽きてくるじゃないですか、で飽きてきたらなんか生クリームとかくれてパフェとかにしたりとか、なんか牛皮ってあるじゃないですか、大福の周りのやつとかくれと、あんことかくれて、いちご大福にできたりとかできるとこがあるらしい。あるらしい。どこだったんだろう。谷田先生は女の先生なんだね、時々エピソードに出てくるとき口調が女性っぽいから。お男ですね、担任は男なんですけど、副担任が女性の先生で、谷田先生なんか忙しくて全然いないので、副担任の先生がもう担任みたいな。可愛いです。なんかね、なんだろう、ちょっとなんかおっちょこちょいな感じの。かわいい。はちまるちゃん、はちまるさん、すいません、部屋間違えました。間違ってないよ。これはちまるです。これはちまるです。お願いします。これはちまるです。にんにんさん、こんにちは。にんにん。こんにちは。はじめまして。80番はちまるです。よろしくお願いします。16歳、高校1年生です。166cm。49kg。49kg は譲れない。お願いします。地獄狩りに行ったことあるの？ありますよ。おじいちゃんがね、たまに連れてってくれるんですけど、春とかにね。おばあちゃんがイチゴ好きだったからかな。よく行きました。イチゴ狩り。最近は行ってないけどね。ここ数年は本当行ってないです。イチゴ狩り行きたいな。でも言うて食べれないですよね、イチゴってね。しかも食べ終わってちょっとしたらお腹すくしね。あれは良くないなと思って。今食べに行ったらどんぐらい食べれるんだろう。ほんと小学校ぐらいだかな、最後にいちご狩り行ったの。だから今食べに行ってどんぐらい食べれるかやってみたい。やってみたい。100ぐらい余裕でいけそうに。おとまえさんカウントありがとうございます。瀬戸内の妹は何パーセントぐらい覚えた？ボードにないって書いてないことを見ると 100% ではないっぽいけど、 100% ではないんですけど、30% ぐらい、40% 瀬戸内の妹よ。なんか聞いてて 2パターン出てきて。なんかね、聞く前はなんか瀬戸内の妹って書いてあるから妹みたいな
瀬戸内に住んでる女の子が好きな曲かなと思ったんですよこの子が好きだみたいな曲かなって思ったらなんか全然違くて、ね、妹が結婚する歌でした、うん、妹が結婚する歌でびっくりした。あ、そっちかと思ってそっちかと思って、いやでもなんか歌詞とか見てるとどうなんだろうと思って、本当の妹なのかな妹のように思ってた子が結婚するよってことかな。あれね、どうなんだろうと思って、本当の妹が結婚するから幸せになるよっていう曲なのか、それとも妹みたいに思ってた好きな女の子が結婚しちゃうねみたいな、寂しいけどうまくやれよみたいな失恋系の曲なのか、どっちなんだろうと思って、なんとなく本当になんか頑張れよみたいな妹のように思ってた子がね旅立つよって感じかなって思った。どっちでしょうねどっちでしょうね。ゆきさんこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。ハモンさん166いいかないつも言ってくれる、最高じゃないか、今日最高じゃないかだった、やった、嬉しい、ありがとうございます。こんにちは。カースさんこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。今日もこんな可愛かったっけひどいなひどいひどい言われようだでも今日は可愛いと嬉しいね。多分20時半からこの後枠あるんですけど、その枠でまた何能面みたいな感じでねさっきのイチゴはアマオかな、なんていうイチゴだろう、パッケージ見てないんですけど、どうだろうね、美味しい。でもイチゴが似合う女になりたいですイチゴが似合う女になりたい。イチゴは飽きるね、飽きるよね、やっぱそのためのね、やっぱ味変の練乳かなとは思うけど、練乳つけちゃうとその後に食べるイチゴが酸っぱく感じるんだよね。だからどうすればいいのかなって思う。しかもなんか食べてる、無心で食べてるからなんか軟膏って言えないじゃないですか軟膏って言えないから、言えないというか覚えてられないんですよね。1個2個みたいな、数えてらんないから、後で下手数えるとかしか方法なさそうだけどね。はちまるちゃんの自宅から最寄りのスーパーは徒歩何分くらいなんだ。最寄りのスーパーか、最寄りはあっちのスーパーが一番近いのかな。30分くらい、20分30分くらいかかるかなそんぐらいはかかっちゃうね。スーパーは結構遠め、歩いていくとね歩いていくと遠いね。自転車だと頑張れば20分15分ぐらいで着くけど、歩くと30分かかっちゃうかな。だってコンビニでもだって10分とかかかるからね、15分ぐらいかかっちゃうから、買い物すっと行けないですよねいちご100個もいけるのか、いけそうじゃない。100個くらいなら多分余裕かもしれん。いちご100個くらいなら余裕かもしれないと思ってる。行ってみたいの、自分の限界を楽しみにしてみたいやっぱね、買うよりはいちご狩りとかで食べた方がきっとお安く済むのかなって思ったりね。どっちでしょうか。はちまるを超えるかはちまるの記録って書いとく記録。みんなどんくらい食べれるんですかね。男の人は割と食べれるのかな、倍200ぐらい飽きるよね。でもね、ハモイチゴいいみたいなね、なっちゃうけど、さ隠れてる隠れてる、ローリングサンダー80ファイトになってる、しかもかわいい、ありがとうございます。のやすさんだローリングサンダーアイスレモンさんこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。瀬戸内の花嫁に似てる歌、それきそっち聞いたことない。つながってるんですか、もしかしてつながってる歌ストーリー的につながってたら面白いなつながってはないのかな、別の歌だけどちょっと似てるよねって感じですかね。
テストとオーディションが重なって覚えることが多くて大変だね。頑張ってね。頑張るよ頑張るよ。でも今はオーディションが一番大事だからオーディションが一番大事だから、もうテストなんかちょいちょいですよまあ適当でいいかなみたいにちょっと思ってる。ちょっとよくないかな。ガチさんこんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんにちは。お疲れ様です。文系に進むの。そう、私文系かな。数学も科学も得意じゃないから文系かな。文系の世界史選択ですねって書いた希望書にそうやって書いた。こんにちは。こんにちは。コウトウさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。はじめまして。80番80です。よろしくお願いします。こんにちは。星ってなんだろう。星なんだろう、なんだろう。いちごが似合う女80。そう、いちごが似合う女になりたいいちごが似合う女になりたいんですよね。お昼のお弁当にはデザートは入ってないの。たまにいちご入れてくれるお母さん、優しいたまにね、いちご入ってます。半分ぐらいいちごの時ある。今私あのダイエット中だから、めっちゃちっちゃいお弁当、こんぐらいのお弁当箱持ってってて、それとお味噌汁のこういうの持ってってるんですけど、いちごが入ってる時はこんぐらいのお弁当箱になって半分ぐらいいちご入ってるのめっちゃ嬉しい。あれまた入れてねって言っといた。いちごのお弁当とっても嬉しいんだよね。3つくらいかな、でも入って半分でも。くまちゃんさん、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんにちは。お疲れ様です。にゃうねぴょんさん、にゃー、来てくれてありがとうございます。こんにちは。にゃ、一番近いスーパーまで車で20分、車はコンビニは車で10分です。わ、それはきついな。車で10分とかで歩いたら40分くらいかかりますかね。いやー、しんどいしんどい、それは嫌だな。コンビニぐらいはパッと行きたいよね。だって急に、あ、お腹すいた、冷蔵庫なんもない、あ、コンビニ行くかって待ってる、車で10分走らないといけないの、嫌だね。コンビニねならスーパー行った方がいいかもって思っちゃうけどね、どうでしょうキアーさん、 JJこんにちは。はじめましてかな。こんにちは。来てくれてありがとうございます。リアルにポツンと一軒家なのかありますけどね、周りに家ちょこっと、田んぼが多いかな。でも田んぼと畑が多いかなって感じですね。うちの周りは田んぼ畑公園みたいなばっかりかな。で神社みたいな感じかな。いちごは先の方が甘いから、最初に瀬戸の方が食べるのがいちご好きの人の食べ方で。そうなんだ。私こうフォークでこう刺すからこう刺すからこう言ってましたねしかも一口で食べるから何の意識もしてなかった。そうなんですね、先の方が甘いんだ。なんか下手側の方が甘いと思ってましたこれ今週がテストだ、長くてきっとね、みんなきっとテストだと思う。同じ中学校の友達とかに聞くと、これもうすぐテストって言ってるしね。終わったとこもあるみたいですけどね、ちょこちょこね。なんかずるいな1週間続くんですよテスト、長いよね。いっちゃん、ひろとかさん、フォローありがとうございます。はじめましてかな。来てくれてありがとうございます。やった、フォローありがとうございます、嬉しい。なおさん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。いちごを食べすぎるとポンポン痛くなっちゃうから、そんなに食べられないなんか可愛いこと言ってる人いる可愛いこと言ってる人いる。そっか、お腹壊しちゃうんですね、いちごを食べすぎると。そうなんだ。冷えるのかな、いちごでお腹がなんでだろう、体質的なものかな。たった今、おかえり、おかえりなさい。お疲れ様。お仕事終わった？お疲れ様です。来てくれてありがとう。お疲れ様。こんにちは。48グループ発行士、坂道シリーズ発行士さん。こんにちは。来てくれてありがとうございます。やっほーん。また来てくれた。嬉しい。ヤニーさん、こんにちは。こんにちは。
来てくれてありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。弁当箱いっぱいに焼きそば入ってたことある？あ、私もある。嬉しくない？私は頼んだんだけど私は全部焼きそばにしてって頼んだんだけど、なんかめっちゃあれだけど、冷凍食品のなんかこういうパック、ちっちゃいパックの焼きそばがあって、ペリペリって剥がしてパッて入れるタイプの、あの焼きそばがめちゃめちゃ美味しいんですよあれ大好きで、だからあれだけにしてって言ったことあるお弁当あれだけにしてって言ったことあります。嬉しかったな嬉しかったな。ピーちゃんさんはあれかな、お母さんが炒めたやつかな。お母さんの作るやつも美味しいんですけど、なんか太麺でね、美味しいんですよそれ太麺で美味しいの。見てみて見てみて。でもあれだね、多分私とお弁当の大きさがきっと違うの。私こんぐらいなんですけど、このくらいかな、このくらいなんか今指吊りそうだった、このくらいみんなお弁当どんぐらいの大きさが普通なんだろうね。ルイさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。あれ、さっき挨拶しなかったっけ。あれ、あと4日だね、あと4日だね。本当に寂しいね寂しいね、もう早いよ。まだまだまだ配信したいのにまだ配信したいのに、終わらないでって思ってる私ザワールドだよ、ザワールドザワールドだよ。愛21さん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちはお疲れ様です。来てくれてありがとうございます。はじめまして、80番80です、よろしくお願いします。なんか食うとる、いちご、今日いちごの日だから、今日いちごの日ですよ、知ってた2月15日ですから、バレンタインの次の日ですよそうだ、昨日バレンタインだったんだ、そういえば半分ぐらい忘れてましたもらえなかったからかな。ショートケーキ、あ、ショートケーキになってる、うん、やばった、かわいい。生クリーム食べたいな溺れるほどの生クリームとカスタードクリーム食べたいななんかベロ切ったかな、なんか痛いベロ痛い、めっちゃ、なんだろう、やけどしたかな切った、歯ブラシとかで切ったかな、ワンちゃん、なんだろうやめた方がいい絶対こうちゃんさん、はじめまして、はじめまして、80番80です、よろしくお願いします。よければ応援してください。16歳高校1年生です。お願いします。はじめまして。今日初見さん、よく来てくれるな。嬉しいな。嬉しいな。また食べてる！ラーメンじゃないよ。ラーメン食べてないよ。やだ、ラーメン食べたい。やだ、ラーメン食べたい。リリカルさん、はじめまして。はじめまして。来てくれてありがとうございます。はじめまして。こんにちは。こんばんは。80番80です。16歳高校1年生166センチ49キロですお願いします。テスト期間中はお昼に友達と回転寿司を食べに行くのが夢だったわ、そうですよね、テストの日って早く帰ってこれるもんね、テストの日はね。わ、いいな、回転寿司行きたいなお寿司行きたいな、お寿司行こっかなお寿司行こっかなね。テスト勉強も大変だよね、頑張ってね、頑張るね。いろ、あ、ハートがありがとうございますありがとうございます、いっぱいハート浮かび上がってきてる、かわいい、頑張りますとりあえず日曜日勉強すればいいと思うの、金曜日があって 土日挟んで月曜日からまたテストだから、とりあえず日曜日勉強すればいいと思うんですよ、金曜日、日曜日しかないから。セミと50です。ありがとうございます。ガチさんにセミと50いただいてます。ありがとうございます。いつもありがとう。喉が。あ、パーチマルかわいい。今日も見えないのね。裸眼すぎて。見えないんです。
昨日明日 STU48 のキャプテンと副キャプテンの名前を聞くよって覚えたけど言ったけど覚えてる、中村美月さんと福田あかりさん中村美月さんがキャプテンで福田あかりさんが副キャプテンですよね。覚えた。あの配信前にお母さんが聞いてくれた。キャプテンさんと副キャプテンさんの名前言えるようになったの？もちろん中村美月さんと福田あかりさんだよって言いました。覚えてる覚えてるちゃんと。確か中村あかりさんが、違う、中村美月さんだ、違う、今村美月さんだ混ざる、違う、今村美月さん中村じゃない、今村美月さんと福田あかりさんですね。あー危な、よかった、セーフ危なかった混ざってた、今村美月さんと福田あかりさん、そうだ今村美月さんが確かダンスパフォーマンスみたいなスタジオだったかなと、なんか バンドもやってらしてて、福田あかりさんが四国のグループだった気がするけど合ってるかな、ちょっと見ていいですか見ていいですか、合ってた、今村美月さんスタジオスタジオ、歌とダンスに忙しい男と福田あかりさん勝手に四国観光大使、あってたー、よかった、ほっとしたほっとした。おはちまる、今日も晴れさん、おはちまる来てくれてありがとうございます。おはちまる、また会議しとる会議、みんな会議ってなんか大変そう、意見出さないと怒られそう歯ブラシの硬さは柔らかい、普通、硬い、どれですか。柔らかいかな、あ、嘘、硬いかなおー、嘘こいた、硬いかな、硬い歯ブラシが好きですね。噛んじゃうから私、歯ブラシ噛んでも丈夫でいてほしい初見ですます、うん、お嘘です嘘だ。いちょさんにハートいっぱいいただいてます、ハートありがとうございます、ハートいっぱい。こんにちは、まさのれさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは。いちゃんさんにバラもいただいてます、いっぱいありがとうございます、いつもありがとうございます、バラとハートいただいてます、ありがとうございます。それテストに出すよどれだろうどれをテストに出されるんだろう。危ない、あれかな、キャプテンさんと副キャプテンさんの名前かな。わあ、よかった、危なかった、中村さんって言ってた、中村さんは違う人や今村さんですね、危なかった、今村美月さん危なかったこんにちは、みのりさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは、お疲れ様です。よかったよかった、本当に私もちょっとハラハラした、いや気づいた瞬間におーおーおーと思った、私待って、中村って言ってないと思って、中村さんは違う人ですね、中村さんは誰だっけ、中村、あー、お母さんの好きな俳優さんですねお母さんの好きな、よく気づいた、えらい、よかった、セーフですね、よかった、ギリギリセーフ、よかった。しかもキャプテンさんの方間違えるのはいっちゃいかん両方いかんけど、よかった、ほっとしました。フル完了、お友達さんフル最終ありがとうございます、いつもありがとう。インちゃんさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは。お友達さんにいちごもいただいてます、ありがとうございます、いちごありがとうございます、いちごもらったわ、いちごの日だから今日お友達さんもいちご食べてるかな、石さん、にゃんにゃん、こんばんは、お疲れ様です、来てくれてありがとうございます。最近クリームパン食べた、食べてないの、パン食べてないんですよ私、炭水化物を取らないようにしてるから、パンとか白米とか食べてないんですよそう、なんか今度どこだったかな、どっかのコンビニでなんか猫の肉球クリームパンみたいなのが出るらしくて、絶対食べようと思いながら、私あれも食べてみたいの、卵パン、中にカスタードが入っている卵パンがあるらしくて食べてみたいんですよね、こんなサイズの卵パンってあるじゃないですか、あれ食べてみたいの、食べたことないんですけどいや、うるさいのよ、考えることいっぱいなのに
考えることいっぱいなのに、もう頭ぐちゃぐちゃになっちゃうね。無理はせずね、ほんと。あとだってもう1週間も2日で終わってね、土日ですから、もう頑張ろう。頑張ろう。うん、初見です。書き方かな。手図になってるし。ノアさん初見です。それ捕まるよ、捕まるよ。え、どれだろう。どれだろう、どれが捕まるんだろう。大丈夫、俺は知らんから。なんだろう。それ捕まるよってなんだろう。最近イチゴ食べてない。イチゴね、でもなかなかね、食べるときイチゴ食べようとはならんかもね。セブンのね、凍ってるイチゴ美味しいよ、冷凍イチゴ。大丈夫かな、染みちゃうかな、キーンってくるかもしれんから、常温に戻してから。めんどくさいね、戻すのね。普通にイチゴ買った方が早い。お友達さんは何の食べ物が好きなんだろう、聞いたことなかったな。みんなの好きな食べ物聞いたことなかったですね。何が好きなんだろう、みんな。授業でディベートしたことある、ある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 。八丸ちゃんは頭の回転が早いけどメンタルのせいで弱そう。メンタルのせいで、私メンタル弱そうですか。私メンタル強いと思ってたけど、結構鋼メンタルしてるんですけど、あれ。でも苦手ですね、人の意見あんまり覆したくない。覆したくないかも。絶対こうだよって思うこと以外は別にどっちでもいいと思いますって言っちゃうタイプだから。しかもそのディベート内容が小学校の頃だったかな、ディベートしたの。なんか朝ごはんはパン派かご飯派かみたいな。めちゃめちゃどうでもいいことでディベートしてて、私なんでそんなことで争わなきゃいけないんだろうと思って、あの何、初期に立候補しました。争わなくていいように初期に立候補しました。一言も喋なくてよかった。肉球のパンかわいいね。そう、肉球のパンが出るんですけ、聞け。出るんですって、クリームパン。ロールケーキとかも食べたい。食べたいものいっぱいで、ていうかもうなんかほんと生クリーム系が食べたくて、なんだろうねこの欲求。なんだろうこの欲求、すごい食べたいんですよね。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。空飛ぶりょうさん、こんにちは、やっほー。てくれてありがとうございます。八丸芯が強そう。強いよ。もうね、いろいろ鍛えられてきましたからね、私はね。これまでの人生。これまでの人生。山あり谷ありすぎて、もう大抵のことじゃ傷つかない。大抵のことじゃ傷つかないよ。基本的に。強い女。強い女。でもなんかね、強い女よりは、弱い女の子してたいですけどね。守られたい願望。守られたい願望。面白い。キヨちゃんさん、にゃんにゃん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんは。やっぱモテるのって守りたい、守ってあげたくなる系女子じゃないですか。そんな感じがする。なんか意志の強い人ってなんかあんまり好かれないイメージがあります。あれですよ、敵外の時に、隣になった時に、うわ、八丸の隣だ、マジゴミって言われても、のうのうと生きてた人間ですよ。のうのうと生きてたんですよ。もう強い強い。とっても強い。私、イヤホンどこやったかな。毎日イヤホンなんか、あったあった、ちゃんとしまってました。えら。えらいえらい。えらいね。えらいね。ちゃんとしまってた。カンカンとかに入れた方がいいのかな、なくすから。ポーチに入れようかな、ポーチ、ポーチに入れよう、このポーチに入れよう。このポーチに入れよう。った、うん、鋼のメンタルなんだね。一番最近泣いたのいつ、いつだろう、でもつい最近。めっちゃつい最近かも。いつだろうとかも言ったけど、めっちゃつい最近かも。学校帰りに自転車でシティユーさんの曲聴きながら泣きました。おもろい。多分大好きな人を
流しながら帰ってて、なんかいろいろ考えてたらポロポロ泣けてきちゃった。ああいい曲だなって思いながら聴いてて、感情移入しすぎましたかね。感情移入しすぎたかな、ちょっと。うん、大好きな人聴いて泣きました。もう幸せになるみたいなね。私もね、私のことをね、好きって言ってくれるみんなが幸せでありますようにと思いながら泣いてた。瀬戸内7県覚えた、行ってみて。広島、兵庫、徳島、広島、徳島、島から行こう。広島、徳島、兵庫、山口、香川、愛媛、あと1個、あと1個の岡山危なー。あ、でも覚えてた、よかった。広島、岡山、広島は行った、徳島、香川、愛媛、高知、高知じゃない、高知ないぞ、兵庫、山口か、あ、高知出てきちゃった、高知県出てきちゃった、違う、言えた、よかった、ほっとした、なかなかハードな人生を生きてきたのね。そう、なかなかにハードな人生ですからね。もうボコボコにされない限りは泣きませんよとか言っときながら、帰り道泣いてんだから。帰り道泣いてんだから。会社の人にいちごのチョコあげるって、デラメチャって言われたから、めちゃ大きいいちご3個にビターホチョワイトピスタチオのチョコかかってたんかな。美味しそう。食べたい。食べたい。マルスさん、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。半袖 T シャツの人。半袖 T シャツよくあるよね。好き。チョコがコーティングされたやつだった。美味しそう。いいなぁ。ピスタチオのチョコとか食べてみたいな。私、ピスタチオアイスしか食べたことない。チョコ美味しいんかなぁ。食べてみたいな。歌って泣けるのはいい子って。寝ちゃ泣いた。なんかいろんな感情入り混じって泣きました、最近。おもろい。でも人の前ではあんまり泣かないですね。あんま泣かない。弱みに握られたくないのかな。でもあれも泣きました。夜は何しに日本へ見ながら泣きました。ちょっと前。ちょっと結構前かな。何ヶ月か前に。おじいちゃんと。いや、私日本へ見てなんか泣きましたね。 あ頑張ってるなと思って。泣きました。あ、10位まで、10万ポイント切った、ありがとうございます。みんないっぱい頑張ろう。あと4日。あと4日。なんか本当にちょっとずつ進んでいけてる気がして、とっても嬉しいです。ありがとうございます。おー、言えたー、よかった。岡崎とか、本当にね、カイさん、岡崎って言ってた、私。岡山でした。岡山だよ。岡崎は愛知県のとこ。感情移入するのはいいこと。感情移入しかしてない。いや、もう、大好きな人と思って泣いてた。面白い。ね、誰かとすれ違ったらどうするつもりだったんですかね。誰ともすれ違わなかったから、よかったけど。はちまるちゃん大好きだよ。それでは聞いてください。大好きな人歌おうかな。よいしょ。大好きな人歌おうかな。大好きな人の話したから。私今めちゃめちゃ東京都の県庁所在地。え、東京じゃないんですか。東京都の県庁所在地って東京じゃないんですか。違うの、新宿とかなのかな。え、東京って東京じゃないんですか。だってねえ、何ですか、日本の何都市じゃないですか。東京は東京なんだと思ってたけど、違うんですか。
はじまるて、あ、まいさん来てくれてありがとう。こんにちは、お疲れ様、ありがとうございます。旧岡山県と香川県をつなぐ橋は何という？瀬戸大橋。違うっけ、確か瀬戸大橋じゃなかったでしたっけ。違う、あ、違うかも。あ、怖い、怖い、早く答え合わせして早く答え合わせして、怖いよ。まだ食べてない、あ、まだ食べてないの。え、絶対美味しいじゃんそれ。いいな、私も今度自分でやろうかな自分でイチゴにねチョコかけて。甘酸っぱいと甘いだから絶対美味しいよ。うん、なんか地元 NGT のメンバーより応援してる大好きになってくれたってことですね。嬉しい嬉しい。そのままオンリーワンに行きましょう八丸オンリーワン人生送りませんか八丸とともに。こんにちは、こんにちは、元山優さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。かわいい、やった、いつもありがとうございますあ、大好きな人準備できたので、うん、歌います。あ、はじめまして、グレッセルマニアさん、こんにちは、テスト、ハロー、ハロー、ナイスとミーチュー、マイニーミズ、八丸、ナンバー、八丸、ナンバー、ナンバー、18、I'm not afraid to die.
ダブルの意味でダブルパチパチでお願いします。ゆうちさんハートもいっぱい、だるももいっぱい、ありがとうございます。つまりがとう。所在地新宿区だけど正式は東京が正解。おあたり、あたー、さすがっす。さすがっすね。びっくりした、東京って東京だよなって思っちゃった。でも県庁所在地覚えた時になんか東京の横になんか何も書かなかったなと思って、確か。気持ちね。さ、サヤングアジギさん、にゃーにゃー、こんばんは、はじめまして、80番80です。ハロー、ナイスとミーチュー、マイネミーズ80、よろしくお願いします。あ、殿様ドラゴンさん、こんにちは、こんにちは、今日も来てくれてありがとうございます。こんにちは、フル50、ヨチさんにフル50いただいてます。ありがとう、いつもありがとうございます、助かります。サンピラーさん、音符のギフト、間違えた、音符っていつもコメントでね、あの歌ってる時にいっぱい言ってくれるのめちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。ピーちゃんさんにお星のギフトありがとうございます。ピーちゃんさんもいつもありがとうございます。帰宅中だから投げ逃げ、ありがとう、またね、ありがとう、気をつけて帰ってね。ガさん、黄色のペンライトいただいてます、ありがとうございます。黄色のペンライト、ペンライト、ピーちゃんさんにお星のギフトまだありがとうございます。またね、ブヒブヒ、またね、またね、気をつけてね、ありがとう。サンピラさん、顔文字、ポップさん、にゃにゃ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。東京都だから県庁所在地は存在するしないよとか言うかと思った。東京って東京ですよねとか言ってた。存在しないんですよね。あー、びっくりびっくり。サンピラさん、いいね、やった、いいねいただいたので、ニコニコします。ニコニコします。サピラさん、カーマジアンプー、ありがとうございます。ピーちゃんさんにミラーボールもいただいてます、ありがとうございます。キラキラしてましたね、ありがとうございました。タコさんさん、フリ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 、そう、あの、みんなが思ってる以上に私はみんなのこと大好きだよっていうことです。要約すると、それがいいね、それがいい、本当にね、頑張ろう、私。私頑張ろう。おともやさんに緑のペンライトいただいてます、ありがとうございます。ねぴょんさん、ハートのギフトありがとうございます、いっぱいありがとう。ドラゴンポンさん、お、こんにちは、お、どこ行っちゃった、こんにちは。ドラゴンポンさん、はじめましてになるんですかね。はじめまして、80番80です、よろしくお願いします。頑張って、頑張る、ありがとうございます。頑張るね。ピーちゃんさん、サンピラーさん、 S さん、ハモンさん、 IDK さん、青森からさん、ピンチさん、うねぴょんさん、ルイさん、パチパチありがとうございます。パチパチありがとうございます。ドラゴンポンさん、フォローありがとうございます。ぜひぜひ仲良くしてください、いっぱい。お願いします。泣き髪のハチマルちゃんも可愛い。青森からさん、今日も褒めてくれてありがとう。タカタンさん、パチパチありがとうございます。パチパチありがとうございます。マサさん、こんにちは、こんにちは、はじめましてかな、80番80です、よろしくお願いします。16歳高校1年生です。よければ仲良くしてください、お願いします。はじめまして、にゃー、ノアさん、にゃー。久しぶり、え、お久しぶりです。花丸き、頑張れ花丸き。合格してまったわね、本当にね、もう本当最初で最後のラストチャンスだと思ってるので、大きいチャンスは、ん、どういうこと。どういうこと。頑張ります、とにもかくにも、うん、おいらはアイスのものように頑張れないパターン。頑張ろうよ。無理するのは良くないからね、自分が頑張りたいって思った時だけ頑張ればいい。私は今がその時、とても。13位から順番にランキング読ませていただきます。よいしょ。13位青森から。一本多いよ。13位青森からさん、12位鹿の一角さん、11位ファーマンさん、10位はじりこさん、9位ドゥイさん、8位ソータさん、7位ひらまちゃん、6位タレゾーさん、5位ジャメズアンさん、4位いっちゃんさん。3位内の方ちょっと長めに読もうかなと思って、これから。ポリポリしてる。はい、3位ウェヒウェヒりょうちんさん、きっと今いないかな。きっと今いないかなと思うんですけど、いつもいつもいっぱいありがとうございます。いつもね、星集めしてプルしてくれる。無理せずね、大抵どこの提案もいつもありがとうございます。無理せずいつもありがとう。そして2位ピーちゃんさん、ピーちゃんさんいつも歌歌うといつもギフトいただいてて、申し訳ないやらありがたいやらなんやらでもう胸がドキドキ。ありがとうございます、いつもありがとう、ぴーちゃんさんです。1位はおともやさんです、ありがとうございます。いつもありがとう、おともやさんもいちごぜひ食べてください。
いちごのギフトが今日はもう印象的だった。いちごありがとうございます。おたまえさんもね、あの風に負けず元気でいてください。ありがとう、今日もいっぱいありがとうございます。皆さんパチパチ、壇上にいない方もね、星投げカウントコメントしていただいた皆さん本当にありがとうございます。13以下の方もね、フォロー今日していただいた方も、初めましての方も本当にありがとうございます。次の枠20時半からです。20時半から夜まで、22時までやっていこうかなと思いますので、ぜひぜひまた待ってます。お願いします。ただ大好きや。点々つけてほしいな。大好きにしてほしいな、気持ち的に。ザンピラさんパチパチありがとう。パチパチパチ、はい、ありがとう。こちらこそありがとう。アモリカラさんありがとう。粉もん、粉もん、粉もん食べたいな。アモリカラさんパチパチパチ、皆さんにパチパチ、ザンピラさんパチパチ、歌のお礼、いつもありがとう。またぜひ聞きに来てください。待ってるね、いつもありがとう。エスさんパチパチ、カチューシャも似合ってて可愛いよ、嬉しい、いっぱい褒めてくれる。ありがとう、ありがとうございます。次は20時半、次は20時半です。お待ちしてます、お願いします。はじまる、ありがとう、ありがとう。こちらこそ、 S さんいつも来てくれてありがとう。またね、また後で会えたら会いましょう。大好きもつけてほしいな。大はただの大やん。楽しかった、ありがとう。またね、タコタンさんもいつもありがとう、ありがとうございます。また待ってるね、ありがとう。またね。80連呼されてるけど、今日も可愛すぎる、ありがとう、嬉しい。また後で会おうね。IDK さんお疲れ様、ありがとう。お疲れ様です、また来てくれてありがとう。またね、ありがとう。50カウントお届け、ドラゴンポンさんに50カウントいただいてます。カウント、お手間なカウント、ありがとうございます。どこで出たとき迷った。またね、またね、ありがとう。またね、またね、待ってるね、頑張って、頑張ります、ありがとうございます。そんな感じで、なんか終わるの早いな。終わりに向かうのが早かったのかな。いつもギリギリぐらいになるんですけど、こんな感じだとおかしいな。あ、ちゃんとしてたわ。ちゃんとしてた、よかった、時間配分合ってました。お疲れ様、ムネチョンさんありがとう。お疲れ様、またね、ピチャさんまたね、また後でね、サンデラさんまた後でね。チョレイさんこんにちは、初めまして、80番80です、よろしくお願いします。また後で20時半からバックするのでぜひ来てください。またね、アモリカラさんまたね、ありがとう。80の配信が早いか、オイラが帰るのが早いか、ぜひ帰って。ぜひ帰って、お疲れ様です、ありがとう。またね、またね。80番エントリーナンバー80番 STU48 さんのオーディションに参加させていただいてます。16歳高校1年生166センチ49キロです。ぜひぜひね、あの次が20時半からなので、また遊びに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。